津南町中心部津南町は、新潟県中魚沼郡に属する町である。中越地方に位置し、東0日、町都市県に含まれる。町内を走る国道405号。一帯では毎年多くの雪が積もる。魚沼地方南西部に位置しており、工日のように、魚沼越光の生産が盛んである。隣接する東0日、町市への通勤率は13.3%。 長野県と栄村などで県境を接する。品川及びその支流沿いの山間部に町域が広がる。町内を代表する地形である菓子団球は日本最大の規模で、特に三鷹地区で、中上雪林が連なる、石落としが名高い。石落としや苗場山を含めて、苗場山6、ジオパークとして認定されている。苗場山は、 町の南東に位置する標高2145メートルの山で山腹に点在する地頭が縄城に見えることから天の縄城として信仰されてきた。また山伏山は町の北部に位置する標高903メートルの山で山麓には風穴が点在しておりかつては養蚕の貯蔵に利用されていた。役場の標高は241メートルであるが 暖球の上面には400メートルを超える土地が広がっている。日本を代表する豪雪地帯であり、特別豪雪地帯に指定されている。町の中心部でも積雪が3メートルを超えることがしばしばあり、平成18年豪雪の際には、気象庁の観測点で416センチメートルを観測した。一方で夏は北西の両風が吹き、高原性の気候が続く。 米の食味を良くする、寒暖差とミネラル分豊富な雪解け水を生かして、国内有数のブランド米、魚沼産コシヒカ光の生産が盛んである。最近は温暖化の影響で、標高300メートルから400メートル地域の品質向上が注目されている。名所、旧石、観光スポット、祭事、祭事を参照。山間地の落差と豪雪による豊富な河川水を、 利用し、町内随所で、水力発電を行っている。他の山間地域と同様に高齢化の進展が、著しく、若い世代の流出が問題となっている。現、10日、町市域の旧市町村と津南町の位置関係。平成の大合併に伴い、10日、町市のほかなか沼郡の川西町と、中里村、東区引郡の松野山町と松代町の6。 市町村での合併が検討された。しかし、町民に対して実施した住民投票の結果を受け、当庁は合併せずに独立することを選択した。前述の合併とは別に、地理的に近いとされる中尾沼軍中里村や東首引郡軍、松野山町との3町村での合併も検討されたが、その話が大きく取り上げられるようになった時はすでに、中里村と松野山町は10日。 長子と合併することが決まっていたため、その案は頓挫することになった。また、隣接する長野県下見の地群栄村との県境を越えた合併も検討されたが、実現には至らなかった。中東教育学校、編集中学校、編集小学校、編集かつて存在した小学校、編集津南町内、周辺のバス路線図町内路線のほか、10日、 町駅や越後湯沢駅、隣接する栄村の森宮の原駅などとを結ぶ路線が設定されている。千曲川、品野川に沿って、長野県長野市から東町内を通り、新潟県小路屋市までを結ぶ幹線道路。大型車両が通行する際の難所であった大倉スノーシェードを迂回する大倉バイパスが2011年10月15日に開通した。 群馬県安妻郡中野城町から東町内を通り、新潟県上越市までを結ぶ道路。当期間は一部が道路閉鎖となる。秋山号への重要な生活道路であるが、平成18年号説で一部がなだれにより、寸断されて住民が孤立する事態が発生した。新潟県柏崎市から東町内、東下、城市内を通り、新潟県南魚沼郡湯沢町までを結ぶ道路。 最寄りの高速道路や上越新幹線を利用するためには、この道路で湯沢町や南魚沼市まで行く必要がある。山間を縫う道路であるため、陶器は雪崩がしばしば発生する。秋山号、中津川の紅葉ひまわり、広場ひまわり畑、ニューグリーンピアツラン、秋山号、山伏山森林公園、温泉、スキー場など様々な観光資源がある。 大地の芸術祭の里、雪国観温泉が町内各所にあり、地域の住民や観光客に親しまれている。行政観光。ありがとうございます。